こんばんは、ピッツァ竹山竹城です。本日の、動画なんですけれども、いつものライブ配信ではなくて、体調不良が続いているためお休みしますということで、もう熱が40度近くあるんでちょっと厳しいなっていう感じですね。で、それのお知らせと、あと明日ねイベントがあるのでその告知はしておかなきゃなと思って、動画にしました。短い動画なので皆さん最後まで見ていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。まずルールの一つ目ですね、ルールというかこれは大前提という部分になるんですけれども、明日の配信は私と、玉ねぎさん、玉ねぎ123さんですね、それとのしさんのさんまと同時配信になります。それぞれがそれぞれのフォールガイズ配信していきますので、視聴者の皆さんは、行ったり来たりしていただけたらなというふうに考えています。そしてルールの二つ目です。明日の配信なんですけれども、フォールガイズの、デュオをやろうと思っています。デュオ配信ですね、デュオ大会で、そのペアなんですけども、各回ごとルーレットでそれぞれのペアを決めようと思っています。こちらの決め方ですね、ちょっとそれぞれでルーレット回そうと思ったんですけれども、一元化してる方がやりやすいかもしれないので、ちょっとこれ明日決め方、確定してお伝えしますが、いずれにしてもルーレットで決まります。はい。そしてルールの3つ目ですね、ここが大事なところなんですけれども、明日のデュオ大会は3人の配信が被った際、賞金が発生するチャンスになります。そのマッチで優勝したペアに賞金1両を差し上げるということになっています。配信が被らなかった時はダメなんですけども、被ったら賞金発生ということになります。例えばこんなペアで、玉ねぎ菅ペアが優勝した時、これは菅君にですね賞金が発生するということなんですけど、でもですね菅君は、5歳児ということなのでダメでした。残念、諦めてください。こういう、ね、視聴者同士のですね親かともやペアみたいな時があると思うんですけれども、それが優勝した時は全然ありです。ただ、親かお前はダメだ、ともやおめでとうございますということで、そうルール第一4つ目のですね大事なルールがあったんですけれども、その賞金についてですが、やはりルーレットで決めていきたいと思います。ちょっとそのルーレットの決め方はまだ決まってはないんだけど、いずれにしてもいつも通りルーレットで決めていきたいかなと思っています。今日ね金曜夜でね配信盛り上がる日だと思うんですけれども、ちょっとあまりにも体調が悪いのでこのような形で動画を撮らせていただきました。それではまたね。